はい、のめさんこんにちは、のあです。今回は、はい、こちらお待たせしました、ドラゴンボールスーパーダイバーズの、公式サイトに、カードリストがですね、本日追加されましたので、はい、そちらのカードリスト考察&解説の方をやっていきたいな、いけたらなというふうに思っております。はい、まずこのね、はい、ホームのこのパッケージがね、めちゃくちゃいいね、これ。みんながこうね、まさにね、ダイブしているような Z 戦士たちがね、こう空飛んでね、はい、ダイバーズにこうダイビングしているような感じのね、イラストで、さらにこれすごいよ、ほら見て、もうめっちゃ本格的。カードリストとか、まあ特殊スキルっていうね、まあカードアクションアビリティの解説だったりとかで、まあこれ展開値モードだったりとか、でまあ遊べるモードのね、まあヒストリーダイブ、ドカバキダイブとかいろいろ書いてあるんですけども、まあここもちょっとね、あのおいおい見ていきたいなと思うんですが、今回はとりあえずカードリストですよね、みんなも気になってる。はい、でカードリスト本当に全部出てまして、そうですね、これをいつもの感じで解説していくと多分めちゃくちゃ長い動画になっちゃうので、まずはちょっとレアリティから最高レアのこのね、GDR ことゴッドレア、はい、これから見ていきたいと思います。まずはこちらですね、スーパーサイジンブルーソン悟空、はい、GDR かっこいいな。イラストもいいね、これカメハメハポーズ、まあ一段だからこれはなんかすごい高騰しそうな感じするんだよね。スーパーサイジンブルー悟空がまず、機体抜かれた陶器でアタック感じセントラルバトルに勝つと自分のパワープラス3000毎回、こちらの効果なんですけど、永続か永続じゃないかで結構評価変わるんだよね。でこれどこにも永続って書いてないでしょ。でそのラウンド中とも書いてないから、まあ、ドラゴンボールヒーローズでいうところの、まあ、みなぎるパワーみたいな感じなんですよ、ね、あれも永続って確か書いてないでしょ。4000以上出すとパワープラス3000みたいな、まあ、そういうちょっと曖昧な表記なんで、まあ、予想としては永続じゃなくてその勝った場合だけ3000アップなのかなって。それでもすごいよね、パワープラス、ね、3000されると9000になるでしょ。でこれコモンとかって元のパワーね2000とか3000しかないんで、ね、チェンジしても4700とかしかないんですよ。で考えるとこいつはね、元からパワーが6000あって、さらにねバフかけると9000になると恐ろしいですよ、これ火力で。ゴッドカメハメハなんでね、必殺の係数も高いだろうし。でトライバースト、まあカードアクションアビリティですね、はい、持ってます。トライバーストでダメージ与えた後に攻撃した敵のパワーマイナス1000、ガードマイナス500ということで、デバフ付きのねトライバースト、はい、まあこのね最初に関してはこのカードアクションあるかないかで結構ね、カードの、まあ、強い弱いっていうのが出てくると思うんですよ。アビリティもそうなんですけど、でその中でも悟空はね、あのトライバーストでちゃんと追撃持ってるんで、まあ、まあその時点で普通に評価としてはこれね、優秀です。はい、まあさすがに何ランクとかはまだちょっとつけられるほどのね、なんだろう、題材がないからちょっとまだつけられないですけど、まあいずれそういうなんとかランクとかのね環境紹介もやっていけたらなと思います。はい、で孫悟飯少年期スーパーサイジン2、カードのイラストめっちゃかっこいい。ちょっと昨日はあえてね動画にしなかったんですよね、カードのその性能とか分かんなかったから。で改めて見るとね、これめちゃくちゃかっこいいですね。このなんだろうな、構図のご飯スーパーサイジン2ってなんかあんま見たことない感じで、すごい好きこのイラストマジで。で爆裂カメハメハ12、もう絶対強いよこれ。で全身全霊をかけた戦いで、3ラウンド目開始時自分がいるエリアの必要エナジーに関わらず必殺技が発動可能になると。でさらに自分の攻撃ストライクに勝つと、まあ、チャージインパクトですよね、勝った場合自分の与えるダメージが2倍、パーフェクト勝利の場合は 2.5 倍にするっていうことで、多分これは相当ぶっ壊れの類なんじゃないかな。これ多分結構頭おかしい。昔のドラゴンボールヒーローズも、ま、ダメージが2倍になるっていうカード、記憶が正しければ、まあ、H2弾の超パワーの反動だと思うんだけど、その超パワーの反動もね、あのめちゃくちゃ強かった。もうね、なんだろう、ちょっと今回で言うと、まあ、僕もそのドラゴンボールヒーローズ、まあ、14周年のプレイヤー、14周年目のプレイヤーということで、まあ、その H1 段からやってるから、そのノウハウとか、まあ、知識とかも考慮すると、この最初からダメージが2倍になる系はマジで強い。なのでこれは多分相当高騰すると思います、性能的に。でイラストも完璧なんで、これいいっすね。はい、ステータス2500、4500と1000、まあ、若干ステはでも低めかな。でアタッカーにしてランページアタックを発動させた場合、カードアクション発生し敵にダメージ与え自分の戦闘力がプラス2000、ランページアタックっていうのを持ってるんで、
まあそうですね、これもダメージ系、まあ、追撃アクションを持ってて、さらに自分の戦闘力まで上げられてしまうという、はい、めちゃくちゃ優秀ですね。ただまあ3ラウンド目の開始時っていうことなので、うん、まあちょっと発動タイミングは遅めとなってます。でそれに引き換えてさっきのブルー悟空は1ラウンド目からね、起動させられますので、まあそこの違いはあるよね。うん、早いか遅いかっていう、だフィニッシャーとして使うとしたらご飯2なんだよね。でベジータスーパーサイジンブルー、一気当選の強者、これすごいよ。ゴッドギャリック砲だからね、必殺技、攻撃ストライク、もうなんかチャージインパクトって言いたくなるよねこれ。勝つと自分の当たるダメージが、あ、記録ダメージですね、自分の記録ダメージ 1.5 倍、パーフェクト勝利の場合は2倍になるという、はい、まあこれはあれですね、記録ダメージ系、まあ、ドラゴンボールヒーローズでいうところの、まあカイアバエリートみたいな、うん、まあそこまではいかないか、まあ強烈な一撃で記録ダメージアップの強烈な一撃、あれの毎回バージョンの上位互換みたいな感じなんで、まあ、これもそう考えると普通に強くて、このダイバーズにおけるカードってその気絶すると起きないらしいんですよね。そう、もう気絶回復できない。でそこで記録ダメージを上げるというカード、これ今ベジータしかね映ってないけど、他にもジャン出てくると、その記録デバフっていうね、まあそのビートダウン系のデッキが流行ると思うんですよ。でその筆頭としてこのベジータ多分ね相当強いと思いますので、やっぱりそのデッキ傾向的にね、まあ、火力のあるデッキなのか、守りなのか、記録ダメージが強いデッキなのか、戦闘力めちゃめちゃ出るデッキなのか、まあ、そういうのが今後主流になってくると思うんですよ。ってなってくると、このベジータは記録ダメージにどんどん与えられてね、亀裂もバンバン狙っていけると思うので、うん、あとこれプラス例えばね、敵の記録を下げるカードとかが出た場合、シナジー高いじゃん、ね、下げてこっちは記録ダメージアップっていう、まさにカイアバのね極みスタイル的なコンボもできますので、うん、そう考えるとこのベジータも普通に強いんじゃないかな。でアタッカーにして、トライバースを発動させるとボタンアクションが発生し、ダメージを与え攻撃者的な戦闘力を半減させるというね、はい、まあデバフだよね完全なる。でトランクス青年期、こちらはカードアクション系の類はないですね。堅牢な盾、アタッカーにした戦闘ごとに勝つと、このラウンドのみ自分を含めた仲間アタッカー全員のガードプラス10、受けるダメージを半減させる毎回ということでね、はい、来ましたね。自分がすげー大好きな感じのタイプのね、アビリティ、はい、来ました。防御系のアビ好きで、このトランクス青年期、言ったら、毎ラウンドハイボルテージ。まあ、多分自分の視聴者さんね、このダイバーズもね、やると思うし、結構ね、ドラゴンボールヒーローズ、プレイされてた方多いと思うので、あえてヒーローズの表現、ちょっと、ふんだんに入れていくと思うんですけど、まあ、ドラゴンボールヒーローズで言うとこの守りの構えとかハイボルテージの、まあ、上位互換かな。ね、まあ、修行悟空とか、そこら辺と近い性能を持ってますね、これ。普通にこれ欲しいんだけど、毎ラウンド半減はやばいって、普通に考えて。しかも自分だけじゃないからね、これ。このラウンドでも自分を含めた仲間アタッカー、全員だからね。で、ガードもきっちり1000上げられて、まあ、自身もガード4200という感じでね、めちゃくちゃ堅牢な盾だね、これは確かに。まあ、このトランクスに関してはトライバーストとかない代わりにこのアビリティが強いんで、まあ、全然評価としては、うん、かなり高い方だと思います。欲しい。でマジンブー全、腹ペコマジン、自分の攻撃ストライクに勝つと自分チームの HP をプラス1000、仲間にミスターサタンがいる場合は、HP 回復プラス2500という、まあ、ヒーラーのマジンブーか。おー、なかなかいいんじゃないですかねこれ。まあ攻撃のね、まあストライクバトルに勝った時っていう条件はやっぱり吹いちゃうけど、まあ勝てれば毎回毎回最大で HP プラス2500回復っていう、多分ねその最初の方ってその回復少ないと思うので、その中でもこの魔人ブーはほんとヒーラー役として、かなりね使えると思います。ただそうですね、ミスターサタンでやっぱり組まないといけないので、そうミスターサタンの強いカードがいればって感じだね。あんまり強いミスターサタンがいないのであれば、まあ、2枠取っちゃうので、ちょっと魔人ブーのデッキを組むには、まあ、若干難ありと。で HP は4200あってね、もう本当にまあタンクとしても優秀だし、うん、なかなかね回復、まあ耐久系のデッキとしては強そうな感じがあって、まあ合わせるとしたら魔人ブープラストランクス青年期とかね。でこうやって合わせると毎ラウンド、まあ、先行取る必要はあるけどね、まあダメージをね半減させつつ、こっちは回復を狙っていくっていう感じで、もうめちゃくちゃ粘り強く戦うことができると、うん、
その間にあれじゃないの、ベジータで気力ダメージ狙って気絶ねさせていけば本当にビートダウンも狙えて、うん、なんか楽しそうだねマジで。こうやって見ると、でバーダック、はい、これ意外だった正直。バーダックいるんだ。運命に挑むもの、必殺技発動時このラウンドのみ自分の必殺技ダメージが3倍になる1回限りというまあワンキルかな。うん、ちょっとこれやばそうですね。いや普通にだって3ターンぐらいしかないよねダイバーズって。うん、その中で1回でも必殺ダメージ3倍できたらよくないね。なんかさっきのご飯はさ、まあ、3ラウンド目からっていう指定があったけど、まあ、このバーダックに関してはまあね、まさかの1ラウンド目からね必殺ダメージ3倍も狙えるという、はい、まあ打てるかどうかは別としてね、必殺がね。いやこれちょっと壊れてる気がするんだけどまあなんかさすがはバーダックって感じだよ ね。これで全てが変わるってワンキルするのかな。ランページアタックも持ってますね。自分の必殺技で与えるダメージが 1.5 倍になると、ほう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 、もう完全に火力特化か。っていうことで、まあ 1.5×3 で、まあ最大で、4.5 倍、必殺ダメージ 4.5 倍で、パワーが2800しかない。うん、なので、まあ、他のキャラクターでパワーを上げるかだよね。まあ他のカードリストにいるかわかんないですけど、パワーアップ系がいたらこのバーダックとね、まあ掛け算すると必殺ダメージ 4.5 倍にパワープラス、例えば1000でも2000でもいいから上げると相当ね火力出ると思います。ブロリー、はい来ました。ブロリーやば、イラストマジで迫力半端ないなこれ。これチェンジ持ってますね。伝説のスーパーサイヤ人、パワープラス3000記録を少し回復すると。うん、ラウンド終了時だからこれ普通にあれだよね、1ラウンド目の終了時ってことでいいんだよね。で止まらぬ暴走、ラウンド開始時自分チームの HP 30% 以下になっている場合自分のパワープラス5000、さらに自分のがいるエリアに自分以外がいないとき、このラウンドの上に自分の、いるエリアの必殺技エナジーにかかわらず必殺技が発動可能になると、はい、いうことでですね、ブロリーはちょっと難しそうだなこれ。まあ HP が 30% 以下になっている場合っていうこの条件ね、まあ、これさえかいくぐればパワーをね一気に5000アップからのチェンジモードでプラス3000で8000ね上げれて、まあマジで脳筋って感じなんですが、強いけどちょっと 30% はかなり難しいと思う。ドラヒもそうだったんだよね。昔ね、戦闘民族の維持っていうアビリティがあって、あれ確か 30% 以下になってるとパワープラス3000みたいな効果がねあったんですよ昔ヒーローってね。でそれ1ミリも使えなくてさ、正直この 30% っていうのは、うん、ヒーローズもそうだけどダイバーズにおいてもかなり難しいと思います。だからあれだよね、なんか調整できればいいんだけど、そう HP 調整これどうだろう、ちょっと使いづらい感じするブロリーは。で孫悟空 DA、 まあダイマね、孫悟空ダイマ、小さき実力者、はいこれすごいですよね。ダイマのねキャラクターもあんまりグッズ化されてない中でね、まあゴッドレアですよダイマ悟空ね、めっちゃ可愛いなこれ。なんかシークレットないとかいう噂もあるんだけど、実際あると思うよ自分は。うん、でシクレで悟空ダイマのスーパーサイズ人じゃないの。自分がいるエリアの必殺技エナジーが6個以上の場合自分のパワーをプラス2000、このラウンドのみ自分の与えるダメージを 1.5 倍にすると。はい、なるほどね。まあなかなか使いやすそうな感じですね。これも永続って書いてないからやっぱりそのラウンド中だけなのかな。元のパワーが2300しかなくて本当に低いので、まあ永続だとしたら本当に根気強くどんどんね上げていかないとちょっと火力見込みづらいかな。さっきのさ、そのバーダックとかご飯2がちょっと強すぎるんだよなうーん、あいつら3倍とか 2.5 倍とか言ってるからちょっと強すぎるんですけど、ワンチャンこれが永続だったら超強い、永続じゃなかったらまあ普通って感じで。ランページアタック元気、まあ記録回復持ちと、うん、まあいいね、記録回復できるのもねありがたいですよ本当に。でベジータダイマ、なんかちょっとあれだね、もうちょっと豪華にしてほしかったかなこれは。なんか箱推しが若干ね寂しい感じがありますが、ベジータ大魔くんがですね熟練の技、アタック開始作戦決定、自分がいるエリアの必殺技エナジーが6個以上の場合自分のパワープラス2000、このラウンドに自分の与える記録ダメージを 1.5 倍にするという、さっきのね大魔悟空の、まあ、記録ダメージバージョンと。これはぜひともさっきのベジータブルーと合わせて使いたいね。
でランページアタック成功させると敵にダメージを与えて自分の受ける気力ダメージを半減させると。おお、いいね。まあ気力耐性を上げられるカードね、ドラヒでもねかなり強いですが、はい、ベジータ大魔君まさかのね、ランページアタックすると気力ダメージを半減できるということでね、はい、これも気絶しづらくなってなかなかいいんじゃないでしょうか。なんかさっきの悟空ダイバーよりもこっちの方がなんか強いってやつ。うん、まあ以上です。なるほどね。まあこれでもしシークレットとかがあるとしたらパワープラス一気にさ、ラウンド開始時に5000とかになるのかな、もう条件なしで。ちょっと楽しみだね。でちょっとまあね、今回はこのゴッドレアのね、情報のみ、はい、まあ解説ということだったんですが、まあ公式サイトいろいろと盛り上がってまして、まあ他にもねバトルタイプ、うん、レアリティか、そう、こういう感じで SR とかね、PR ってプロモーションのことかな、まあいろいろあるので、ちょっとこれもねおいおい見ていきたいと思います。はい、とにかく皆さん昨日のねイベントでスーパーダイバーズの情報めちゃめちゃいっぱい発表されたと思うのですが、はい、これかなり盛り上がってます。てかめちゃくちゃ盛り上がってて、もうゲームとしてもすごい面白そう。カリスマのね方々がね、壇上で対戦してたので、それをねちょっと見てたんですけど、その対戦もめっちゃ面白そうだしさ、なんかすごいワクワクするゲームだなって改めて思いました。はい、皆さんもぜひねダイバーズやるよとか、面白そうだな、あこれだったらちょっとやってみようかなっていう方はぜひコメント、そしてね、チャンネル登録高評価などもよろしくお願いいたします。ということでご視聴いただきありがとうございました。スーパーダイバーズの動画ねめっちゃ頑張って投稿しますので、ぜひね応援の方もよろしくお願いいたします。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。